パソコン通信とは、専用ソフト等を用いて、パソコンとホスト局のサーバーとの間で、通信回線によりデータ通信を行う手法及び、それによるサービスである。前世紀は1980年代後半から1990年代で、後に、インターネットが、一般ユーザーに開放されたため、徐々に衰退していった。商用大手としては最後まで残っていたニフティが、 2006年3月末でパソコン通信サービス、ニフティサーブを終了したことで、パソコン通信は事実上廃止となった。パソコン通信は、いわゆるクローズドネットワークであり、特定のサーバーとその参加者の間だけをつなぐ、閉じたネットワークであったため、他のネットワークに接続するには一度接続を切る必要があった。基本はクローズドネットワークであったが、 提携しているサーバやインターネットに元のサーバに接続しながらアクセスすることができるサービスを提供しているサーバもあった。これに対しインターネットはオープンネットワークでありインターネット上のサーバであれば切り替えずに複数に同時にアクセス可能である。原理的には個人同士が1対1で接続することも含まれるが 通常の利用形態としてはパソコンにモデムや音響カプラなどを接続して一般加入回線を経由してサーバにダイヤルアップ接続していたその中で電子メールの送受信や電子掲示板チャットなどを利用した情報交換が行われた株式取引や公営競技の投票が運営されていた時期もあるファイルアーカイブなどの機能を持つが基本的には 情報の送受信は文字データ中心である。パソコン以外にもワープロ専用機や家庭用ゲーム機、携帯端末での通信接続もパソコン通信に分類される場合がある。日本でパソコン通信ホストを運営していた団体、企業にはニフティサーブ、PC、VNN、a s c i ネットなどに代表される商用業者をはじめとしてエプソンなど 顧客サービスを目的としたものがあった。またそれ以外に、個人やグループなどで開設した草の根 BBS と呼ばれる小さいつぼ根が多数存在していたが、ニフティサーブと PCVAN の2大ネットは、それぞれ数百万の会員を集め、活況を呈した。一方の草の根 BBS は、パソコン、ホスト用ソフト、着信用のモデムと通常電話回線。 それに、書籍から十分仕入れられる比較的簡単な技術知識があれば、誰でも解説可能であり、原則無料であったが、一般向けに料金を徴収するなどの商用サービスであれば、第二種電気通信事業に該当するため、当時の郵政省への届け出を必要とした。大規模なところでは、コミュニティと呼ばれる趣味、話題を共通にする集まりをいくつも作り、 それぞれの中で情報交換ができるようにしていた。小規模な草の根 BBS などでは、それ自体が一つのフォーラムのようになっているところもあった。音響カプラ通信方式はインターネットの各種通信プロトコルと異なり、基本的に無手順による文字の送受信のみで、ストップビットなど様々な項目を適正に設定しないと通信ができなかった。画像など、 バイナリデータの送受信もできたが、各種バイナリ転送プロトコルを使用する必要があり、後のインターネットに比べると面倒なものであった。バイナリ転送プロトコルが普及する以前に開発されたのが、一種など、バイナリデータとテキストを相互変換するツールである。電子メールでのバイナリデータのやり取りや、バイナリ転送に別課金が生じる PCVAN などでよく利用された。 通信速度は初期には音響カプラを用いた 300bps 程度であったが、モデムでパソコンと電話回線を直結できるようになると、モデムの改良と補聴を合わせる形で1200、2400、9600、14400bps へと速度が上がり、インターネットサービスプロバイダのダイヤルアップ。 接続用アクセスポイントが主要都市に整備され始めた1996年頃には 28,800bps、1997年頃には 33,600bps まで達した。現在、一般回線用モデムの能力は最高 56kbps まで上がったが、その能力を使ったパソコン通信はあまりない。 ちなみに 56kbps で通信するには、サーバ側に ISDN 回線と専用の TA モデムが必要なため、一般の 56kbps モデム同士では 33,600bps が上限である。また1980年代半ばからアマチュア無線化の間で、無線機にターミナルノードコントローラと呼ばれるデータ。 通信機器を接続して行うアマチュアパケット通信が流行し、シリアルポートを持つパソコンやワープロでこれらに興じる人も多かった。特にアマチュア無線用バンドでは回線の状態から通信速度は稼げないものの、当時の非常に高価な電話回線を用いたパソコン通信では非常に贅沢な遊びとされたネットゲームもアマチュア無線経由で流行した。 1982年、在日米軍のためのコルチンネットが東京のサンノ王ホテル内で開設され、またスティーブ・ベラミがアメリカ大使館内に BBS を開設した。同時期に、林信夫もアップル2をホストにしたサービスを開設した。1983年8月末にはデータブレーン社が大阪にコムコムを開設。これはホストに、 pc-9801 を使用し、メール、電子掲示板、チャットなどのサービスを3回線で提供していた。1985年、日本電信電話公社が日本電信電話に移行するに伴い、電気通信事業法などの法律が制定、改正された。その結果、モジュラージャックなどの技術基準を満たしていれば、NTT など、 第一種電気通信事業者が付設する一般加入回線への端末設備の接続が個人でも法律的に認められるようになった。これにより従来は電話の受話器に音響カプラーを乗せてダイヤルも手動で行い速度も 300bps 程度だった。パソコン通信がモデムによって手軽かつより高速に楽しめるようになった。これを受けて数社から技術基準を満たす。 非同期式300、1200BPS のモデムが発売され、パソコン通信普及のきっかけとなった。これらのモデムは、旧来のモデムとは違い、網制御装置を内蔵したものである。1980年代半ばにアスキーネット、PCVAN などの大手業者が商用サービスに参入。 通信ソフトの普及とともに、安価な 2400BPS モデムが発売されるなど、1990年代にかけて大手、草の根 BBS とも加入者が増加していき、電脳時点 1990S によれば、1989年末頃には、商用大手旧社の加入者数が20万人台、草の根ネットは24時間運営局だけでも300局以上、といった規模となる。 基本的には、個々のサービスはそれぞれ独立しており、ニフティとコンピューサーブ、アサヒネットとピープルなど、提携関係にある一部の場合を除いては、ダサービスとのつながりは、ほとんどなかった。電子メールのやりとりも、同一サービス加入者でないと不可能であったが、1992年に、PCVAN とニフティのメールが接続され、 さらに各サービスでインターネットメールとの接続が開始されたため大手商用サービスのメールに限っては障壁がなくなったパソコン通信ではアクセス数の増加への対応や全国各地に居住する利用者への負担を軽減するためにはアクセスポイントを増やさざるを得なかったニフティと PCVN が それぞれの運営母体である富士通のフェネックスと NEC の C&C という自前の VAN を活用し、全国各地にアクセスポイントを続々と設置していったのに対して、他社は遅れをとって、アクセスポイント数も少なく、日本の商用パソコン通信サービスは、ニフティと PCVAN の下線状態となり、1996年には、 それぞれ会員数200万人を数えた。草の根 BBS では24時間開設となっても複数の電話回線と複数のモデムがなければ複数の人間が接続できず長時間の接続を制限することもあった。遠距離からの電話回線料金の負担を軽減するためにパケット通信によるティンパスや トライピーといった VAN サービスで全国からの接続を仲介したこともあった。例えば、東京から大阪のホストへ直接電話回線の重量料金で接続することは相当な電話料金がかかり、VAN サービスならば、全国の主要都市にアクセスポイントがあり、近隣のアクセスポイントに接続すれば、電話料金を節約できた。しかし、ホストと、 ユーザーともに VAN サービスを利用するための費用も必要であり、会員からの費用徴収が困難な側面もあり、個人で運営する BBS の運営は無料により、近隣地区からユーザーの接続という趣味の範囲に留まることが多かった。個人運営のホストの中には夜間のみ開設され、 昼間は普通の電話として使われる回線もあり、専用の回線を24時間開放することは贅沢であった。ネットワーキングフォーラムと呼ばれる全国大会も開催され、BBS の接続番号などを記載したワープロパソコン通信 BBS 電話帳がマイコンベーシックマガジン別冊として年2回のペースで出版されたこともあった。また、 出版社などが運営するところもあったり、NHK 衛星放送局も運営していたこともある。名古屋市役所マイコンクラブが運営し、NHKFM 名古屋のリクエストと連動したデポ、ネットなどのメディアミックスも存在した。デポネットは1989年に名古屋で開催された世界デザイン博覧会の協賛ネットワークであり、名古屋市役所や NTT 名古屋、 NHK という固い組織が協力していたが草のネビー BS の一つであった。これらの草のネビー BS の中には無線でパソコン通信を接続するだけでなくジュネットと連動して無線でインターネット接続をしていた。1994年頃から世界規模の通信網であるインターネットへの一般個人からの接続環境が整備され始め、 翌1995年の Windows95 の登場により、インターネット接続機能が標準で組み込まれ、接続の設定が容易になった。もっとも、Microsoft CEO であったビル・ゲイツは、インターネットの普及はまだ先であるとして、パソコン通信を前提としたネットワークを考えていた。それが、MSN の元となるザ・マイクロソフトネットワークである。ゆえに、 Windows 95の初期バージョンにはインターネット関連の機能は初期状態で搭載されておらず別売りの Microsoft Plus に拡張機能としてのインターネットエクスプローラーが含まれていたのみであった。Windows 95発売後、ビル・ゲイツは自分の判断の誤りに気づき、アスルに以降ではインターネット関連機能が標準搭載されるようになった。 すなわち、アスルにでは、TCP、IP が、初期状態で選択されており、Windows95 を使えば、インターネットに接続できるというイメージ戦略に、成功した。また、NTT が、INS1500 など、ダイヤルアップ回線として、安価に多数の回線を収容できるサービスを、始めるなど、設備投資が安価になるなどの環境整備もあり、相次ぐ、 ISP 企業の参入とダイヤルアップ接続用アクセスポイントの設置地域が拡充され多くの地域で安価にインターネットへ接続できる環境が整っていったこの状況の変化により基本的に一つの閉じたシステムであるパソコン通信については事業の将来性や存在意義が薄れてしまったり2000年問題で更新を迫られたホストも少なくなかったことから アスキーネットや日経ミックス、ピープルなど、ほとんどの商用サービスでは事業を中止したり、ニフティや PCVN a、アサヒネットのように ISP に事業の中心を移したりしていった。2013年10月現在では大手、草の根とも従来のパソコン通信上にあったコンテンツは、インターネットウェブ上の電子掲示板等に移行しているところが多く、 ヘルネット接続で文字通信手段を残しているホストもあるが、無手順による接続ホストは消滅に近く実態はほとんどつかめない。なお前世紀当時の過去ログなどは利用者によって個人的に保存されたもの以外はホストのハードディスク故障、古い記録媒体の劣化やアクセス手段の喪失のほか運営者によって破棄されるなどして散逸していることが多い。 また、保存されているデータも、著作権者が、所在不明などの理由により、再利用されることは、ほとんどない。一般での利用は、前世紀は過ぎているものの、営業用などに、同じシステムを利用したものが少数ではあるが、未だに続いている。NEC のモバイルギアシリーズ、シャープのザウルスなどで屋外での利用を考慮したツールを、発売したこともあるが、 主な利用は掲示板ではなく、メールなどのデータの送受信としてである。また、屋外での公衆電話機に、パソコン通信を考慮した、モジュラジャックが付くなどしている。端末側の設備として、携帯電話においては、速度は遅いものの、パソコンと直接接続するものもある。ネットの利用形態は様々だが、その中でも、 オンラインソフトウェアの広範囲な流通と蘇生をよく知らない人との気さくな会話はパソコン通信で初めて可能になった。意思伝達の主な方法が文書であると日常的に文書を書く人と書かない人では文書作成力や読解力に格差が生じることから意思がスムーズに伝わらずに誤解が生じることもあった。文字でのやりとりは対面して話すときとは違い。 感情がそのまま文章に現れるとは限らず、また感情を読み取れる人ばかりではないため、感情やニュアンスを表すのに意図的に顔文字が付け足される場合もあった。また物事についての考えが異なれば意見が衝突する機会がたびたび生じ、至るところで議論が行われるようになった。それに伴い、議論を楽しもうという人たちが現れる一方で、 見物して楽しもうという人たちも発生した。草の根 BBS などでは限りある回線を占有するだけでコミュニティに積極的に参加しない人をロムやドムと呼び特に否定的な意味で使われたがロムは一般的には読むだけで発言しない人を示す用語であった。1980年代末期になりパソコン通信が普及するようになるとパソコン通信で ユーザーが自作したパソコン用プログラムがオンラインソフトウェアとして公開されるようになった。従来はパソコン雑誌に投稿して掲載されるか、作者個人か、仲間内で使われるしかなかったような小回りの利く、便利なツールが一般に流通する機会を得ることになった。一般に単機能のものが多く、商用ソフトほど大規模ではないが、中には、 ファイル管理ソフトやパソコン通信ソフトなど、市販の商用ソフトをしのぐ人気を得たものもある。日本国内では、その多くは、NEC のパソコン PC-9800 シリーズの MS DOS 上で動くものであった。プログラミングが得意な人がゼミで自作ソフトウェアを公開し、利用者によるバグ報告や要望を取り入れて改良が行われた。 その多くは個人による開発であるが、利用者による改良を期待して企業が商用ソフトを開発する前段階として、無償公開するソフトもあった。作者の意向によって、フリーウェア、シェアウェアなどに区分されたが、洋館ウェアという変わり種もあった。MS ドス上で動くソフトウェアが主流を占めた、時代には決済の手段が限られていたため、ほとんどが、 無料のフリーウェアとして公開されマイクロソフト、Windows が普及しだすと開発ソフトウェアが高価だった背景もあり徐々に商用 BBS で決済を行うシェアウェアが増えていった人気の高いソフトウェアは開発元のホスト局にアップロードされるとたちまち全国の他のホスト局に転載されるのをはじめ月間パソコン通信などパソコン通信を扱った 雑誌付録として、フロッピーディスクで配布された。しかし、初期のパソコン通信では、電子メールに課金されたり、容量制限が厳しかったり、他のパソコン通信サービスとは相互にメールができなかったりしたため、サポートは、自らの加入している、パソコン通信のみというものも多かった。大手その他、レアクスネットオープニングメッセージ画面以下は、小規模なホスト用ソフトウェアである。 ホストはパソコン以外にも汎用コンピュータを使用したものも多々ある。下記は主にパソコン用のパソコン通信向け機能を持った端末ソフトである。この他にもワープロソフト中に通信機能を持ったものやワープロ専用機に通信機能を持ったものもあった。以下は各ホストプログラムの出力やコマンドに対応した専用ソフトである。 1980年代後半から1990年代のパソコン通信前世紀においてはパソコン通信の話題を専門に扱った専門誌が各社から発刊された。内容はモデムなどのハードウェアや通信プロトコルなどの技術、情報、商用ソフトオンラインソフトの使い方や新作情報、パソコン通信クライアントソフトウェアなどフリーソフトの配布。 草の根 BBS の開局情報、商用パソコン通信のフォーラムやシグの紹介など多岐に、渡った。ありがとうございます。